日チャンネル。皆さんこんにちは、姉妹ネイリストのネイリストあやです。今回はですね、姉妹で家の近くのちょっとおしゃんなホテルにホテルステイして、そこからサロンへ出勤する動画を撮りました。撮ったんですけれども、ちょっと昨晩騒ぎすぎまして、このように朝はものすごくローテーションからのスタートです。サロンに出勤するまでの様子ご覧ください。いきなり音量が上がります、ご注意ください。なんで昔わかんないの？すんだままだとか言うと確かにそんな歌詞ですね。形を変えてこぼれ落ちる涙、会いたくて会いたくて非常に腹立たしい映像を失礼しました。このような夜を越えてこの朝を迎えました。つらいね、鼻の下荒れたりしないの？鼻セレブしか使えない。そうなるよね。本当ね、回数がね、あら、眉毛。私幸せじゃない、鼻水鼓動じゃないから。アレルギーじゃないと本当にいいよね。うん。もう施術中もさ、アレルギーだとさ、うん、急に、うん、急に流れのスイッチが入って。流れ？流れ。ああ、鼻。呼吸警報が来て、タタタタタタタされて。うん。そういう時どうするの？ちょっと途中で。ちょっとお待ちくださいって言って、なんか裏に全部確認するって言って、鼻水が来るんですよ。マスク必須だよね、ネイリスト。マスクだね。マスクだからチークしなくてもわからない。そんなこと言いながら、しーちゃんはいつもちゃんとチークつけてます。偉い。できた。よし、仕上がった。整いました。そしたら自分の準備しちゃって大丈夫そう？一応ね、シャンプーとか、うん、ありがとう。どういうことやれるから、私もありがとう。いいよ、頑張るね。誰か教えて。ちなみにさ、はい、この靴下、昨日履いた靴下なのかな？あ、はい、はい、OK です。めちゃくちゃ狭い範囲で鏡見せてくさ、OK、同時接する時もよくこうなる。確かに、うん、なるよね、うん、そしたら肘邪魔ってやったでしょ。だって動かせないと思って全然よくわかってなくてさ、朝ごはんというか昼ごはんを仲良く静かに食べました。そしてさ、この相性悪かったじゃん、ガムと黒豆ちゃん。私無印で、なんだっけ、レモングラス美味しいんだよ。知ってる？もう焼いてる？最大限。ということで。ハッピーアイスクリーム。懐かしい。おはようございます。おはようございます。頑張ります、今日も。出勤したらまずですね、外のサロンの周りを掃き掃除して全部の窓を拭いてくれています。いつも拭いているのでサロンがピカピカでございます。ありがとう、しーちゃん。本当にさ、誰か見てなくても頑張れるってすごいことですよね。しーちゃんは亀さんタイプだったんですけど、小さい時から本当コツコツと努力家で尊敬しております。持ち込みデザインまで画像を伏せられています。よろしければ全然ご覧くださいませ。どうぞご覧
やばい。こんなにふざけていますが、エプロンをつけると真剣になります。今日も絶対幸せにします、自分もお客様も。やっちゃいますよ今日も。かっこいいな。はい、こんな感じでイメージしてたホテルステイとは違って、なんだかとってもせわしなく過ぎていきました。明日も頑張ります。みんなも一緒に頑張ろう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイチャラピー。よろしければグッドボタン、チャンネル登録